はい、みやこちゃふまと申します。今回なおやっていこうと思います。まあプリクエルイベントが終わりまして、まあ20日かということだったので、ね、ハロウィンイベントがまあね、予想通り育成キャンペーンが来ましたけどね、もうまあこれはまあいつも通りなんでいいとして、まあなんかね、今回はまあタイトルにもある通りちょっとね、このイベントのプリクエルね、ちょっと累計まで終わんなかったんですけど、まあ頑張ってやりました。はい、これね、しおり全部集めたんで、これがもう全部回収するのにもうすごい時間かかるっていうねのを見たんでね、今回ね、僕が全速力で RTA をして、検証していくっていう、ただね、本当にそういうしょうもない、くだらない企画です。はい、というわけでね、じゃあ僕はスタートの合図をした同時に RTA ね、やっていこうかなと思ってます。はい、じゃあそれでは参りましょう。スタート。さあ、もうね、もう最速ですか。はい、もう急いでこれ、ここの連打でね、競っていきます。もうメガネの個数がね、非常にあるんで、これもう時間計測してますけど、まあ編集で出します、何分だったか。さあさあ、もう今8個目ね。まあキャラが11人いてね、黒メガネでしょこれで、今11人終わって、さあ白目がね、さあ行きます。これね、忘れずに交換しておかないとね、今回も導入しましたけど、後々壁ちゃんフィギュアで多分交換できるようになると思うんですけどね、絶対もうしおりあるな、今交換しちゃった方がね、絶対ダメですしね。はい、まあもがえるもんならもがっておくということで、皆さんもね、これすごいめんどくさいですけど、これ何分かかるんだろうね、本当に。なんで一括交換をつけなかったのかなっていうのは、もう本当に運営さんに問いただしたいんですけど、ね、もうキャラ一括分でよかったのにね、わざわざしおり10個、こんなさ、大量にしおり10個もらえんなさ、色ごとでもいいか、一括でさ、なんかセット販売してほしかったよね、こんなバラ売りじゃなくてさ、バラ売りなのかよくわかんないけどさ、一応交換アイテムとか。一応 RTA なんで、もう腕がね、ちょっと指の速さがちょっと疲れてきてるけど、もう急いでね、やっていくと。さあ、ちょっと今ちょっとタイムロスしちゃいましたね。さあもう、ここ交換、閉じるをした瞬間にもう次に構える。はい。うわ、今二度押しでミスっちゃいましたね。さあこれね、もう、雇いたい。アナウンサーとかを、そういう、なんかあったじゃん。職業をさ、変える通販サイトみたいな、メルカリじゃないけど。そういうので実況を頼んでみたい。そういうプロの実況とか、どういう風にしてくれるんだろうっていうのを、ちょっとね、試したい。まあ、やりませんけど、そんな。こんなことにね、そんなに雇ってまでお金かけていられないので、しっかり、うわ見て、結構さ、交換したなって、まあ、みんな体感思ってると思うんだよ。結構押してるからね。まあ、しおりの数見て、左上。まだ2730個。多分ちょうど全部なくなると思うんですよね、全部交換してる子には。本当にこれさ、20分ぐらいかかんじゃないの、10分とか。さすがにこの画面あれだからさ、倍速とかかけたりしますけど、僕結構早口だからさ、ね、早口だから何言ってるか分かんない、分かんない部分があるかもしれないが、ちょっと今のうちに、ね、ゆっくり喋っていこうかな。それでいいですかね。いやー、ちょっと今、急いで間に合わない。正直、あと会話を持たないしさ、どうすればいいねっていう話だよね。皆さんじゃあ、これね、もう七音関係か言うけど、あー、そうだな、あれもあったけど、まあ、七音関係か、まず話そうか。もうこういう雑談しながらじゃないとね、もう、持たないからね、画面が、絵面がね。うん、もう、次ね、20日からハロウィーンイベ来ますけど、三上純ちゃん推しの方はもちろんですけど、他の方は引くんですかね。まあ、ランキング走る方は多分引くと思うけど。ちょっと僕自身は悩んでまして、まあ、多分引くんでしょうけど、引くと思うんですけど、ちょっと悩んでます。はい。もうすぐ終わっちゃうっていうね。じゃあね、まあ、ちょっとこれやりながらでももう、編集とかでちょっと画像とか出すけど、一応ね、この動画ではね、もう、こんなくだらない動画を見てくれるかわかんないんだけど、まあ見てくれた方にね、まあ一応別でね、また動画別で出すと思うんですけど、
7音YouTuber じゃなくて7二次系の YouTuber の方でね、なんかコラボする企画がありまして、それに僕まあ一応声かけてもらったんで、まあ出させてね、出させてっていうかね、コラボをねお受けしたんですけど、まあちょっとね僕コラボとか初めてで、まあ正直このチャンネルが、まあチャンネル、まあね、このチャンネルではさ、もう4ヶ月くらいかな、4ヶ月は言い過ぎだけど、まあ実質7を始まってから、動画出したようなもんじゃないですか。そっからもう、ね、ありがたいことに170人ぐらいまで今行ってて、やってた。そういう、ね、どんなコラボとかさ、経験が全くなかったから、もうちょっと、動画とかね、上がってるんですけど、なんかマヨルさんっていう方がね、主催してくれたんですけど、主催者なんで、その方の動画見ればわかるんですけど、僕すごいね、テンション低く見えてると思うんですけど、でもね、僕顔出ししてないんで、まあ印象は多分全然残んないと思うんですけど、まあちょっとね、まあそれに向けてちょっと、まあ本編はね、頑張っていこうかなと思うので、まあね、多分ほとんどの方は僕のこと、初めてだと思うので、まぁ、ちょっと爪痕残せればいいかなとは思ってるんですけど、まぁ、よかったらね、このスマテアンチャンネルのね、人も、まぁ、7時好きな方も、よければね、コラボの動画、まぁ、概要欄に貼っときます。見といてください。見といてくださいが、見に来てくれたら嬉しいです。はい。さぁ、そんな話をしている間に終わってるかなと思うんですけど、全然終わってない。見て、勝利の数。1800、これ本当に何分かかってんだよ。終わった瞬間に時間をちょっと書いとくわ。あとこれ運営に訴えますわ。訴えるけど、まあ、動画上でね、ちょっと運営さんさ、これを見ているんだとしたらさ、これは改善するべきだよ。こんなに時間取られたらさ、7音の楽曲何曲分できるんだって話だよね。もうさ、軽くさ、もう今ぐらいだったら 2,3 曲はできてんじゃないかなって思うけどね。このためだけにさ、嘘でしょ。押しても押しても減らないっていう、なんか、まあ、減ってはいるんだけどさ、ちょっとだんだん夢を疲れてきたし、 RTA って言っても、まあ、意外とポンポン早いんじゃない、これさあ、やばいな時間。結構さ、これ終わった後になんかしようかなと思ったけど、そんなことできないな。フレンドはまあもちろんやります。ちょっともう本当に急がないといけない。何もボフトンメガネ青ってどっちもなんかあんま変わらないような気もするんですけど、まあそういったあれだけどさ、なんでさ、まあ、丸山茜といったらメガネって なるけどさ、何人のメンバーにメガネかけてんのが唯一丸山茜ちゃんだけですから、さすがに多すぎるでしょ。ちょっとこんな種類増やす必要があったのかって僕はちょっと問い出したいんですけど、別に増やしてもいいけど、一括交換機能ね、一括交換。色ごとでもいいからさ、そういうのね、欲しかったよね、さすがに。そしたらさ、もう終わっているわけだからさ、それに。ちょっと、指が持たなくなってきて、疲れてきて。皆さんさ、これやってんよね。やってない人もいるかな、やっぱ。俺はアクセサリー興味ねえよって方は。もうちょっとやんない人もいるかもしれないけど、一応僕は交換してるんですよね。一応ね、あんまりアクセサリーとかつけてないけど、まあなんかもらえるんだったらもらっておきたいじゃん、みたいな感じで。結局さ、買わなかったら買わなかったらさ、今回インク T シャツとかもさ、壁ちゃんフィギュアに追加されたけど、あれとかだってサマーのイベント報酬だったわけじゃないですか。ね、バカらしいじゃん。ね、まあ、後々になってなら欲しいなってなった。だったらね、今もらっといた方が絶対ね、交換できるのにもらわないっていうのは絶対損じゃないですか。だからやった方がいいと思うんですけど、さすがにこれは長すぎるよね。うん。ちょっとね、まだ結構ね、話したつもりなんですけど、3分の1よ、やっと。3300個だったから。ようやっと3分の1までいきましたね。あーしんどいね。あと16回 ?16 回じゃないのこれ。何個 ?1 回10個だからって考えて、100個。あ、100じゃないか。10個計10個だから16個。あーね、やっぱすごい多いな。16個なのかな、ほんとに。さあ、ちょっとだいぶ腕きつくなってきましたけど、100個じゃないこれ。そうだよね、これ7回だから100。うわ、これさ、ちょっと時間どんくらいになってんだろう。編集ちょっと出しておきますね。編集出しておきます。ちょっと、ね、編集出すんで、まあ、リアクションは見えないかもしれないけど、まあでも体感はね、もう軽くね、5、6分はいってるね。体感はね。で、結構喋ってるもん。こんなに喋ることはね、あんまり、まあ、あるけど、あるけどね。あるけどさ、あるけどさ、ってなっちゃったけど。ハイスピードでさ、やばい、今のはだいぶタイムロスになってた。一応 RTA だから、もうこれ RTA 僕世界1位狙ってるんで、もう皆さんがね、記憶よかったら教えてください。まあ、記憶取ってきたんで絶対ないんですけど。いや、さすがにこれやばいね。運営さんちょっとさ、ちょっと今後こういうね、大量生産じゃないけど、大量にさ、交換所やるんだったら、ちょっとこれはね、修正というか、次やるときは考え直してね、欲しいですね。でも、運営さん結構ね、俺割と改善してってる方だと思うんだよね、だいぶ、なんか、分かってってのが、累計とかさ、最初すごいきつかったのにさ、だって、プリケールとかさ、ミッション報酬とかでも、50万とかだったよね、最初。あ、違うっけ ?25 万くらいだったっけ
なんか入学式イベントが50万とかだった気がしたけど、ちょっと覚えてないですけど、ごめんなさい。まあでも25万回はあったんだよ、多分。あった気がした。まあ僕の過去動画見てもらえばね、わかるんで、よかったら見てください。25万回あったなとか、もう今10万ですからね。もうだいぶ楽になったでしょ。まあ今回期間短かったから10万だったかもしれないけど、15万とかも減ったりしたからし、まあハロウィン、水着ガチャね、11人実装して、まあちょっと、プチ炎上というかね、まあしたですけど、ハロウィンはね、学んで、2人にしてきましたよ。まあ全中後編って分けるのはいいと思うけどさ、やっぱ限定ガチャってなるとね、やっぱみんなの反感を買っちゃうよねっていうことなんですよね。でも正直ね、僕は限定と、まあ工場もちょっと増やすべきかなとは思ってます。プリケール以外でもね。だからプリケール以外でね、工場イベントをちょっと増やしてほしいんだよね、ランキングでいいと。ランキングじゃなくてもいい。だから工場系はね、プリケール以外で僕は、まあ、もうちょっと増やすべきかなと思います。じゃないとね、もうほとんど限定って結構きついからね、ガチャも。はい、っていう感じで。さあ、まあでもだいぶね、運営さんの改善がどんどん見受けられてきてるんで、まあ、マルチとかもね、結構割と早めに対応してもらったし、なんかアカウントがなんか復旧っていうのも1日で対応してもらったって人も見たんで、そういうことに関してはね、僕はもう、ガチャ運営さんをね、本当に信用してるんで、でもちょっとね、そんな信用できんなんでこんなことしちゃったんだろうと思っちゃうけど、まあ、ね、ちょっとまあ、次にはね、ないようにしてもらえばいいから。さあ、そんなこと言ってるうちに残り100個、まあ、時間はどんくらいだったか分かりませんけど、もうおそらくもう倍速してるだろうね、さすがに長すぎるでしょ、こんな。さあ、あと5個。もう腕がね、腕が、もう指連打してるから、ひたすら。さあ、ラスト。押した、押して、閉じる押した瞬間終了。あー、やばいやばいやばい、あ、うわーい。今のタイムロスで終了ですね。だいぶタイムロスしちゃいましたが、時間はこちらです。まあ、編集で出てます。いやー、ちょっとね、だいぶ時間かかっちゃいましたね。はい。ということで、イベントの報酬を回収してまいりました。まあ、検証企画というか、まあ、ちょっとね、やってみたよということで、皆さんも結構時間かかると思うんで、まあ、受け取るか受け取らないかはあなた次第ですってことですね。まあ、推しキャラだけ受け取るのもね、ありだと思いますが、まあ、もがえるのは全員分もがっといた方が僕はいいかなと思います。はい。というわけでね、もうこのニコがちゃんとね、三上ちゃんが座っているのを背景にして、今日は終わろうかなと思ったけど、フレンド、忘れた。じゃあ、フレンドちょっとやろっか。はい。あ、これ多分フレンドになっちゃってるんで、はい。もう適当にもう目つぶって、はい、この人。もう今日はちょっと早めに行きます。はい。バキさんで行きます。バキさん。あやと三上激推しです。はい。ありがとうございます。で、ランクからの声。で、行きます。はい、この人。もうすぐパッパと行きます。はい。ガジュマルさん。はい、ありがとうございます。アビガウケンケン。ちょっとわかんなかった。はい、次行きます。はい、もう、次でラストです。今回。行動がね。はい。この人。ライムギバタケさん。はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というわけで、この3人ですね、随時フレンド募集しておりますので、僕のプロフィールここですね。9077465777なんちゃら、はい、やってきる。ちょっとごめんね、本当に早く終わらせなきゃいけないから今日は。というわけで、この2人を拝見して終わっていこうかなと思います。この動画があったらチャンネル登録、登壇よろしくお願いします。またね、概要欄に、72YouTuber コラボの概要欄の動画とかね、参加者の方々もちょっと貼っておこうと思うので、また別で動画にもしますけど、よければね、まあ、見に行ってください。ちょっと僕のテンションが低くて申し訳ないです。はい。というわけで、この動画はね、チャンネル登録、登壇2回目、大事なことなんでね、はい。よろしくお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。